選手ですね。10レース24歳 A2 着になりました徳島の入口選手です。お疲れ様でした。本日細切れ戦で、まあ、先行一社のような形になりましたけども、組み立てはどういうふうに考えられたんでしょうか。まあ、先行一社なんで、もう変にこう内に詰まるよりはしっかりこう体勢整えて、こう自分のタイミングでいけるとこからしっかりいければチャンスあるかなと思ってました。それが後ろ中段になりましたけど、あの辺りっていうのはどうですか。まあ、セオリー通り切って切ってだと、まあ、自分の順番回ってくるんだったんですけど、ちょっと山口くんが動いてったんで、ちょっと蓋されて内に詰まっちゃうのは面白くないなと思ったんで、もう引きながら体勢整えてって感じでした。ヘッド下げて、で、マグニ選手が行ったところを追いかけて、そうですね、そこしっかり落ち着いて追走しながらまくっていけたんで、まあ、そこは良かったかなと思います。昨日はまくって、今日も緩和しまくりな形になりましたけども、はい、2走してみて状態としてはどうでしょうか。まあ、悪くないと思うんですけど、しっかりこう先行っていうのがあんまりできてないかなと思うんで、まあ、そこをもっと組み立てから意識しながら走りたいかなと思います。この 500m は走ってみてどうでしょうか。まあ、バンクも軽いんでそこは問題ないと思います。わかりました。はい、この後っていうのは何か変えられた時は強い。いや、もう特に変えずにしっかり休んで走りそうになります。わかりました。はい、では最後に準決勝スタートに向けて意気込みをお願いします。明日の準決勝も精一杯頑張ります。よろしくお願いします。